横川さん、今日もよろしくお願いします。バンドスコア、ほぼほぼあれだけ持ってきて、素晴らしい。僕もほとんど持ってないです。今回はそのコピーですね、はい、いわゆるそのよくありますよ、コピーバンドしようとか、はいはいはい、要は最初から何て言うかね、自分で曲作れるわけでもないし、うんうん、でただ練習だけでも飽きちゃうしね、うんうん、ただ連続してるだけでは、うんうん、じゃあやっぱり最初自分が好きな曲を聴いてみようなと思うじゃないですか、うんうん、私はブームがすごい好きだったので、うん、ブーム曲弾けたらすごく嬉しいなと思うんですけども、うんうん、そういう時にどうやってこういうものを扱っていったらいいのかと、全然これタブーが書いてあるんですけども、そのあたりどうやって考えていけばいいんですかね。こういうのを作る人がいるんですか。細胞する人、譜面を書く仕事っていう人が、細胞っていうんですか。細胞って字としては譜面を取る、ああ採取の際、そうですそうです、そうです。ウォレットのこと言ってるのかな、うん、違うんですよ、ウォレットで。なんでその人が要するに耳で聞いて全ての楽器を耳コピしたのを譜面にしてるんですよ。耳コピ屋さんみたいな人、耳コピ屋さんのすごい人がいる。当たり前だけど間違ってます。あ、なるほど。かなり細かいところは。だってここでタブっていうのはこう、ここを押さえなさい、ここを押さえなさいって言って書いてあるんだけど、実際は僕がどこを押さえてるのかはこの財布屋さんは知らないじゃないですか。でも楽器ってここも3本で違うところが押さえ、どこを押さえたらいいのかっていうのはこの人が多分ここじゃないかなっていうもので書いてあるんですよ。同じ音だけど、まあ、流れ的にここかなとか、うん、ここが押さえやすいかな、うん、だからタブフっていうのはあくまで参考にしてもらってはいいと思うんですけど、あの別にそこじゃなくきゃいけないっていうことではないんですよ。今見ましたけど、これもここもここもここも同じ音なんで、どこで弾いたらいいのかっていうのは自分で考える。実際ここにこういう風に出てるものでも間違ってることがある、うん、間違ってることが結構ありますね、細かいところ。これ何ですかね、山川さん、まあ、いわゆるこれザ・ブームのバンドスコアですけども、うんうん、これをなんか本件チェックしてくれるとかそういうのないんですか。なんかあるんですけど。あるんですか。もうなんていうか仕切れない。大変なんですよ、これすごい細かく書いてあるんで、うん、なんだか本人があ、こここうだったんだみたいな。そうですね。バンドっていうのは音楽理論からたまに外れてったりすることがある。本来ならばこう弾くでしょうっていうのはこの人たちはすごく勉強してる人たちわかるんで、どうしてもそっちによるんですけど、でも実際はちょっと外れてたり音楽の理論から無視した音遣いを使っていたりとかするんですね。で僕らもいわゆる正解って言われてるものが分かってるというよりは感覚で弾いてたりすることもバンドマンが特に多いんで、むしろそこが評価されたり、そこが評価されたり、そこの例えば音がぶつかるなんていう言い方をするんですけど、和音として本当だったら使わない、あまり使っちゃいけない、まあ音楽にやっちゃいけないってことはないですけど、ただそれが使っちゃいけない音なんだけど、バンドとして全部の音が混ざり合った時にはなんかそれがいいみたいな、それがバンドのマジックだったりするんですけど、そういうのはなんか割と整理されちゃってる。なるほど。もうとりあえずベースはこのベースの部分をなぞって弾いてみればいいということですよね、うん、そうですね。ダブルのセカンドアルバムのサイレンの下からダーリンというのがありますけども、そうです、まあ、ベースラインがあって上にコードが書いてある、コードが進行、これ D とか G とかいうんですね、うん、でここに55554745555っていうのはまあここで5線と違ってベースは4本なんで、4本の線の上に数字が書いてあるんです、はい、この数字が押さえるところ、はい、5555474533でいいですかね。そういうことですね、はい、それを、まあ、順番に弾いていく。5555477だから、本人的にはこれは合ってるんですか。合ってます。合ってますよ。合ってました。最初の調節なんで。最初はとりあえず、うん、この素人側の考えとしては、うん、やっぱり弾けるようになりたい、うん、雰囲気でも、はい、とりあえずこの順番で指を動かして覚えるってもありですか。ありですね。ただ、
それだと全く応用が効かないので、僕はどちらかというと、うん、まあ、それを参考にしつつ上にコードを変えた DGAG っていう単純な2小節の繰り返しなんですけど、D と G っていうのはどこのことかっていうのは覚えておいてます。 D から G に行くんだなっていうのと、でここまでは D っていうコードの中で弾いているもの、ここに行った時にコードが変わったっていうふうなことは、覚えておかないと、ただの指使いだけだと応用が全く効かない、うん、どういうふうに応用するかというと、今度 D っていうコードが出てきた時に、あ、ベースはここ弾いていいんだ、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  1,2,3 この4つは使っていいんだっていうふうに最初覚えるんですよ。 D っていうコードはこれが D で F シャープで A、 この3つが同時になっているのが D っていうコード、でそれをベースは分解して弾いてるわけです。ベーっていうコードがどういう音ってなっているのかっていうのが分かってくると、このタブ譜をもちろん見てもすぐ分かるんだけど、見なくてもなんとなくそれを CD なんて聞いた時に、あ、この辺弾いてんじゃねっていう想像がつくんです。少なくともこのコード の、うん、あの位置だけは頭に入れつつ、で指で少しずつ打っていけば、そうですね、 A っていうのはこの D と F シャープと A っていうの、この3つの音が D、 G は G と B と D、 A は A と C シャープと B っていうふうに3つの和音から成り立っている3つのコードを循環してきてるだけなんで、そういうのが分かってくると、この辺を使ってるだなっていうのが分かってくれば、タブ譜がなくてもすぐ、うん、コードだけ分かればいわゆる耳コピしやすい、うん、だからコードって今だとネットでも拾ってこれるので、コードだけ分かればベースがどういうラインを弾いてるのかっていうのも比較的見つけやすい、お知識として勉強した方がいい。なるほど、うん、ちなみにその先ほどこれ間違ってるところもあるけど、うん、もちろんその作業がね大変なんで、この出版社の責任とかそういうことじゃないんですけども、うん、こうタブルを見て、うん、このタブル通りに弾いてるんだけれども、うん、全然その CD の通りにならないじゃん、うん、例えば分かりやすいところで言えば1個この音ずれてるなっていう時にっていうのは、もうそのコードの周辺で探せばいいんですか？探せばいい、周辺で探せばいい。でもそのコードっていうのがないと本当に最初ここからここまで全部探すことになりますよね。そうです、そうです。だからコードの場所といったらそういう意味でもいいですね。そうです、コードの場所とコードが構成されて構成音っていうのが、はい、ピアノで3つ弾く、まあ簡単に言うとドミソだったりすると、ドとミとソがベースでも使われる可能性が高い。あとそれ以外にドレミアソラシド、この3つ以外に、あとですよね。だからこのどこかが使われる可能性が高くて、それを知らないと12個の中から探さなきゃいけないけど、ドレミのソラシドだと7つ、うん、あと特徴としてみたいな、ここ6番目の音だね、実はコードの音ではないんだけどベースではよく使う音なんですよね。あとはDの時に6番目と5番目、9番目オクターブの1個隣のナインスっていうんですけど、この辺も使うことが多いっていうのをなんとなく知ってると、だんだん早くコピーできるようになってる。なるほど、はい、じゃあまずはそのタブ譜を見ながら、まあ、多分後ろ的には早くその曲的な雰囲気味わいたいんで、うん、指を動かしながらコードの間違いを覚えて、そうですね、まあ、あとはとにかくずれてたら自分で頑張ってコードの周りで探す、うん、そうですね。ちなみにそのザ・ブームのファンの方いるかもしれませんけど、見てる方の中で、うん、もしそのブームの曲よく知ってるって方が、うん、そのベースをちょっとやってみたい時に、うん、なんかどの曲からやるというのがありますか？前ナッシがいいとか言ってましたけど、あ、ナッシが難しいんだけど、なんて言うんだろう、教材として、例えば D っていうコードの時に4つの音を使ってるんですよ。これって D の D とパシャープとラっていうのをこう使ってる。次コードに G に行った時に、今度はこれも G を、だからコードを分解して弾いてるんです。 A、D、G っていうのはそのルートの音だけではなくて、そこに含まれている構成音の位置がどこにあるかっていうのも、その曲を弾きながら覚えられる。うん、なるほど。だから教材として僕よく使ってます。もしブームの曲を知ってる人もいたら、なしから始めてみるのがいいかもしれないですね。そういうわけで今回はここまでとさせていただきます。山川さん、ありがとうございました。